中二病の時に中二病の自覚がないみたいな。手洗うね。だって祭りなかったもん自覚。今はあるよ。今はあの時中二病だったなみたいな自覚あるけど、当時は中二病という自覚は1ミリたりともなかった。かっこいいと思ってた。そう。当時は自覚なかったね。 十,十字架つけてたよメイプルストーリーやるときねメイプルメイプルストーリーをやってるときに十字架十字架を横につけてましたよ漫字とかうんあと「眼帯してた」<laughs> 意味もなく <laughs>「眼帯かっけーみたいなの「眼帯してた」ガチじゃんいやマジでガチガチ自文の ガチモンのねあの中二病だった中二キッズだったうんリアルガンタやあの白いやつね白いやつ船長がつけてる感じやつじゃなくて白いやつうん <laughs> 中二病で放送してほしい いやでもね、ちょっと設定がちゃんとあって、普段は普通の学生にあの紛れているみたいな説だった。普通の女の子。と思いきや、実はみたいな、こう。<laughs> 混沌なるカオスへようこそ <laughs>。同じなんだよな、意味。うん、<laughs> 裏の世界があって、どんな能力があるの まあ、悪魔を呼び出したりとか、あのー、幽霊を除霊したりとかしてた、勝手に。うん。学校のグラウンドに傘で魔法陣書いて真ん中に立って、我と契約せよとかやってたわ。うん。ふふふ。 聞いてたら神の私は今も12秒や。いや、でもガチの神だからいいんじゃないの。ね。で、本当にね、ガチの痛い女だったからね、なんか、あの、ガチで友達がいない <laughs> みたいな感じの、友達はいたんだけど全然。友達いなくなるだろうみたいなムーブいっぱいしてた。お茶バックありがとう 友達いなくなるだろうムーブはね、なんかこう、不思議ちゃんいや、もなんか不思議ちゃんを演じてるだけだったんだけどね。なんか、あとか言って、急に話してる友達、あって言って、その子の後ろを指さして、なんでもない。とか <laughs>、いやいや、ってだ <laughs> ジョークありがとう。ありがとうございます、うん、<laughs> そう僕っ子あ僕っ子2年やってましたね。中2から中3くらいまでやって言った。友達になりたくないタイプ。だよねだよねお前そう思う。よく友達いたわって思うもう本当に。本当に心からそう思う。<laughs> なんかよく分からんポエムを授業中にずっと書き続けてノートが埋まるみたいな真っ黒みたいなのとかあった、うん、この世界は本当の世界じゃないみたいな誰かが見てる夢 <laughs> <laughs> やら<っ>てた <laughs> もうねでも実家にあんのかなもう捨てちゃったかもしんないもう痛すぎて うん <laughs> 本当ほんとにいや僕子は僕だずっと僕だったねうん「え僕?」みたいな言っとったわいや痛いな痛すぎる全部あった全部持ってた不女子だったしね不女子だった <laughs> しかもうざいタイプの不女子だったうんそうそう でもね、なんかね、クラスのね、男子がね、それを面白がってね、あのいっぱい供給をしてくれるわけですよ。なんか、こう、男同士でキスをしてくれて、うん。みたいな。あそう、うるさいタイプの婦女子だったね。<laughs> うん。そうそう。 ノリノリ、そうノリノリだった。ごちそうさまですありがとうございますってやってた。ドン引きだよね、それ以外の人たち。今考えたら。銀、う、玉、ん、みたいなツッコミは、友達がやってたね。おいーってやってた。うん。何々なんですけどって,、うん、<laughs> ってやってたし、なんか。 フルセットいやフルセットだったよ。ほんとにやばかった。<laughs> おちわんかありがとう。ありがとうございます。うん。私なんか、そうだね。その頃のおし掛けは、変わってないね。山ひばがずっと好きです。お宅1役0万いやほんとに、役0なんだけど。<laughs> <laughs> 今の祭りでよかった。いやね、なんかね、もうね、全部やってきたからこそ、今の祭りがいるからね。よかったよ。その中学生とかの頃に、痛い,い、痛い,い祭りでいて、うん。じゃなかったら、なんかこう、もう、まだもうネタにできるところまで来たからよかった。<laughs> やめてー っていう時期もあったけどもうねネタにもできるレベルになってきたようんそうそうそういろんな経験を積みましたいやなんかねいろんな設定をやりすぎて1週間に1回キャラが変わるみたいな感じだったからねうん奨励も,もしてたけどなんかあの「私は感情を失った女の子」っていう設定とかもあった。 なんか感情笑っているけど表情には出ないみたいな <laughs> 忙しい忙しかったね一番長かったキャラはでもねあの「春日」みたいな感じのやつはね一番長かったかもしれない。 うん、もうねやばかったよ結ぶ数変わるやつんとね数はあの高速的にさダメだったんだけどあのその辺にいるさこうキョンと見立てて絡みに行ってた <laughs> <laughs>、うん、そう絡みに行ってたしなんか もうなんか、もう私の言うことが聞けないわけっていう精神だったわけや。そう、当時は。もう、春日だから。うん。<laughs> ああ、もう、春日だから。うん。そう。<laughs> もうね、そんな感じだった。でも、急に変わるから、 もうこの前まで私の言うことが聞けないわけって言ってたのが「あっええ!」ってやってんの。週がか土日挟んだら。ミクルちゃんになっちゃう。ミクルちゃんに急になったりとか、あの、コナタになったりもしたよ。コナタにもなったよ。うん 怖い。いや、怖かっただろうなぁ。今週はどんなキャラで来るのかなぁ、みたいな。<laughs> なってたと思うわ。<laughs> 今週どんな感じかなぁ。って、ワクワクじゃん。あとね、 なんか感情を失った子みたいな時はね本当になんかねあの男子と喧嘩をしたわけですよ喧嘩をしまして <laughs> これめっちゃ厄介なんだけどさ <laughs> めっちゃ <laughs> めっちゃもうもうね、あのー、もう許されると思う時効時効だと思う時効でやってますだと思うんですけど感情を失いましたみたいになっ,たなっとった時はなんか。 喧嘩をしてでなんか口喧嘩になったからなんかあの喋らないでくださいみたいな感情失ってるからね。で向こうが「んだよ!」って言って肩をポーンって,言ってやってきたから「は?」って思うじゃん「は?」って思ったから黒板消しでその真っ黒な学生服に「えい!」って <laughs> やったのねポフって。んでそしたら先生がその時に来て「 あれ何やってんだーってなるじゃん。で、まあ、口喧嘩をしとって、おい、祭り、お前は何とも思わなかったのかって言われて、はい、特に何も思いませんでした。って言って。<laughs> <laughs> そしたら、先生が、はあ、そうか <laughs>。感情がないからね。感情が <laughs>。 感情ないから。うん。っ <laughs> てや、やっちゃって。それで、そのまま、まあ男子と喧嘩したから、先生が、もうさ、感情がないのでさ、こちらは、うん、なんとも言えませんでしたって言ったら、先生が男子に、お前も女子に手出してんじゃねえぞって、男子がめちゃめちゃ怒られてて。はははは。 ごめんって思った。うん。あ、これはもう時効ですよ、うん。もう許される、もう。いや、そん時はめっちゃ厄介だったんだけどね。めっちゃ厄介だった。うん、本当にごめんって、今はマジで本当にごめんって思う。あははは。<laughs> <laughs> マジでこれ一個も嘘ついてないからノンフィクションだからねやばすぎだよね厄介を厄介だわうん逆にいつ感情を取り戻せたんですか <laughs> もう覚えてないけど痛いなって自覚をしたんだよね多分そうだねなんか高校に入る前くらいに 今高一なんだけど高校に入る前くらいにあもしかしてこれは痛いのではいややめた方がやめるなら今なのではって思ったのそこかなそこだと思ううん。